ちは。ハーモニカ、吹いていますか？9回目となるハーモニカレッスン的動画、今回はスロートビブラートです。喉を英語で言うと、スロートで、その名の通り、喉を使ったビブラートです。低音部でゆったりとした曲を演奏するときに、特に効果が高いテクニックだと思います。まずは、スロートビブラートを使ったら、どんな感じの演奏ができるか、アメージンググレイスと、長渕剛のキュン連歌で聞いてみましょう。スロートビブラートのやり方は、喉で連打するイメージです。そして、連打は、連打でも、息を吹く、息を吸うのを連打するのではなく、息を区切る方を連打するイメージです。流れている空気を、喉で一瞬咳止めるイメージで、息は、吹きっぱなし、吸いっぱなしにして、その状態で、息を、喉の奥で一瞬区切ります。それを連続、カッコ、連打、して行います。連打が終わった後でも、まだ息を吹き続けている、吸い続けているという形で行うと、コツがつかみやすいです。他の動作に例えると、例えば、笑いをこらえているとき、笑いをこらえきれずに、ふっふっふっ、くっくっくっく、ふっふっふっふ、となっているときや、軽く咳をするときのようなイメージです。スロートビブラートの時の喉の動きの仕組みとしては、巻き舌や、獅子おどしと似た感覚で、巻き舌の動きをスローモーションにした時のような動き、または、獅子おどしを超早送りにした時のような動きが、喉で起こっていると思います。息は、強めの方がやりやすいので、練習の際は、強めに吹き吸いするのがおすすめです。一番最初の基礎練習としては、トゥワハハハハハハハーというイメージで、6番穴を吸って連打してみると、わかりやすいです。それでは、以降の映像で、スロートビブラートのいろいろなパターンを聞いてみましょう。普通に吹いたとき、吸ったときと、スロートビブラートを使いながら吹いたとき、吸ったときの比較や、スロートビブラートのスピードに変化をつけたときの音の比較です。しながらでもスロートビブラートをすることができます。意外と普通に吸いながらよりも、ベンドをしながらの方がスロートビブラートがしやすかったりもします。3番穴を吸うときにベンドをしながらスロートビブラートを使うと、独特の音のうねりが生まれます。このうねりによって、低音部でのベンド特有の音の濁りが緩和されるという効果と、音程も微妙に変化し続けているため、正確な音程をベンドで出していなくても、違和感なく聞こえるという効果もあります。
連動しながらのスロートビブラートも聞いてみましょう。他のテクニック同様、最初はほとんどできなくても、気長に少しずつでも練習していけば、だんだんできるようになってくると思いますので、焦らずに練習を続けてほしいと思います。少しでもできるようになってきたら、冒頭のアメージンググレースと純恋歌のように、実際の曲演奏でスロートビブラートを入れる機会を伺ってみましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ハーモニカ。ふきふき。